広松が子供の親権者、〈これまで通り子どもたちと一緒に生活する〉〈俳優の広末涼子が23日キャンドル・巡視、本名広末淳との離婚が成立したことを所属事務所フラームの公式サイトを通じて発表した〉 広松は私事ではありますが私と広末淳さんとは話し合いをした上で離婚することに合意し離婚届を提出いたしましたと発表続けて子供たちの親権につきましては私が親権者としてこれまで通り子供たちと一緒に生活することとしていますと明かしたそしてプライベートな内容でまたお騒がせしてしまうことを懸念し この度の離婚のご報告をすべきかどうか正直とても悩みましたしかしこの報告をもって今回の1件が執着しこれ以上子どもたちの不安や心配が広がることのないことを願ってお伝えさせていただくことに決めましたと発表までのいきさつを説明したまた子どもたちへの過度な取材等は ご容赦くださいますようどうかお願いいたしますと報道陣への取材の自粛をお願いし最後に生きることへの前向きでお優しいお言葉をくださり応援してくださった方々に心より感謝しお礼の気持ちを伝えさせてください本当にありがとうございました2023年7月23日広末涼子と感謝も添えた広末をめぐっては 既婚者の鳥羽周作氏とのダブル不倫報道が6月に発覚事実を認め謝罪するとともに無期限謹慎処分が発表されていたまたキャンドル・ジ氏は6月18日に単独で会見を開き広末とのプライベートな事情や鳥羽氏への怒りをにじませるなどその赤裸々すぎる内容が話題となっていた以下はネチズンのコメントをまとめたものです 不定行為をした有責配偶者は、判例上は自ら離婚請求をすることが原則的に許されません。一般論ですが、不定された側が離婚しないと明言する場合に、短期間で離婚が成立するに至るのは、よほど不定したものの真摯な謝罪が届いたか、または相当多額の解決金が支払われたかのいずれかのパターンが多いです。 現時点でどちらに非があり、どちらを擁護するということを軽々に申し上げることは避けたいと思いますが、広末さんがおっしゃる通り、お子さんが取材対象に及んでしまうことは現に慎んでもらいたいと、各メディアに対して私自身思います。くしくも今、大学のオープンキャンパスで私はミニ講義中です。 高校生たちは自身の将来を考える大切な時期を迎えていますそこでもし親のプライベートなことでの雑音に悩まされるとしたらそれは気の毒でなりません広末さんのご家庭においても親のことで子供たちがさまざまなことに巻き込まれてしまうのは絶対に違うはずです親と子は別人格なのですから広末さんのこれからですが これは以前 Yahoo ニュース公式コメントした通り彼女に今後受けてたちのニーズがあれば復帰するでしょうしなければそうならないそれ以上でも以下でもないでしょうちなみに私は復帰の可能性は十分あると捉えています広末さんに生きることへの前向きでお優しいお言葉が響いたことにほっとする人も少なくないと思います 行動の賛否はともかくあれだけメディアにさらされバッシングされては最悪の事態も想像できたからですまた真偽は分かりませんがストレスがかかると別人のように表現変するとの表現がんさんの話の中でありましたそれが病気であるならば医療機関にかかって背景をつかみ治療したり周囲の理解を得たり生きづらさを緩和し 仕事でも広末さんの魅力を発揮できるように改善していってほしいと思います離婚に際し金銭のやり取りがあったか否かは当人同士の問題であり双方が納得して離婚したと思いますのでその内容条件についてまでは追及しなくてもいいかと思います今最優先すべきは子どもたちの心身の発育 や、両親とどう面会交流でできるかです。おそらく面会合流の条件も合意しているはずですので子どもたちが穏やかに過ごせるよう生還することも必要だと思います子どもが子どもが言うけどその可愛いい子どもたちの存在があっても自分をセーブすることができなかったんだろうしこれからもこの先も。 自分の思うままに自分の人生を貫くんだろうなこの人子供への取材を自粛するのは当たり前のこと子供は親のいざこざには関係なく常に被害者の立場でしかないそして子供がかわいそうになるか否かは今後一緒に過ごす親との関わり方次第なのだと思います広末さんは いずれ仕事に復帰していくことと思いますがその際は子供を置き去りにするような行動は取らないでほしいですねそうなるのであればいつまでもいがみ合う両親を見続けるよりも子供にとっては良いのだと思います似たようなケースで女性側が親権を取りその後に理由をつけて子供と会わせてくれないので離婚後も苦しまれている男性を知っている 現状の日本の制度は単独親権であり、よほどのことがないと女性側が親権を取ることが多い。離婚は双方の決断だから仕方ないかもしれないが、親権を持たない親と子供が離婚後もしっかり会えるような制度、仕組み作りを国にもっと推進していってほしい。子どもたちへの過度な取材等はご容赦くださいます。まあ その通りだと思いますけど、そうなるきっかけを作ったのは誰か、ということ。そして、今後の自分の行動次第な点もよく考えた方が良いと思います。個人的には、離婚は仕方がないと思います。しかし、シングルになっても子供を育てる経済力はあると思うので、まずは子供のことを考えたら、自分よりも子供のための行動をしてほしいと思います。 広末さんにはんさんがいなくてもサポートしてくれる人がいるということでもう構わないで自由にさせてって感じでしょうかイメージアップでどなたかアドバイスを受けて賞を受けたのでしょうが恋多き女性ということでママだろうが母親だろうがその方が本人にとって心が落ち着くのでしょう 過去にもそのような女優の先輩方も多くいらっしゃるのでお子さんたちが幸せならね結局のところ夫婦のことや家庭のことは当事者しかわからないし当事者同士でも認識が違ったりするから本当のことはわからないただお子さんたちが不利益をかぶっているのは確かなことだからお子さんを引き取るというのならある程度自立するまでお子さんを第一に考えてあげてほしい。 独身になっったのだから誰と付き合ってもいいけど、すぐに再婚また離婚ってならないようにしてあげてほしいと思う不倫する人を責める気はないただし不倫する人ってのは自分の欲のためなら平気で人を裏切れる人ってことだから一緒に仕事したいとは思わない不倫して奪った人はまたより魅力的な人がいれば不倫するんじゃないですかね